いどうも、水溜りボンドです。一人です。サブチャンネルで今日は恵比寿にあるリクでいただいたお店でなんか良さそうだなって思ったところにもう行くっていうのをシリーズで始めようかなと思って今日恵比寿に来ました。で、カレー屋さんで、前回のトミー賞を取ってるお店なんですけど、ね、玉キンチっていうのがめちゃめちゃ大きい肉が乗ってるらしいので、ちょっととりあえず行って撮影許可取れるか分かんないけど取ってみて、取れたら食べてみたいと思います。やってますか？やってなかったらもう謝ろう。カレー食べたいです。カレー食べたいよね。はい。フィッシュカレー大丈夫なの？カレー好きです。好きなの？はい。フィッシュ好きなもん少ないもんね。そうですね。そうですね。ここです。じゃあ俺ちょっと聞いてくるね。はい。はい、大丈夫だった。ちょっと行きます。はい、ちょっとね、いろいろね、説明したんだけど、曲が流れてて、その曲がちょっと著作権やばそうだったんで、一応もう一回説明します。これね、ポークカレーの肉増し、肉追加で大盛り、大盛り無料だからがこれです。すごくない？いやもうこれを登録している人全員に伝えたいわ。これが肉増してあるやつで、こっちが増してない方、増してない方でも普通に女の子とかだったら全然こっちで足りるはず。でも必死。いやすごいうまそう。ちょっとじゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。いやこれ柔らかさがもう見てわかるもん。いくよ。ほら、うわやばっ。うまいな。ちょっと肉だけでいって一旦。うまそう。うまっ。いや超柔らかいから肉が本当にもう食べたらもう溶けるし、この量だったら普通に肉食べようって思う日でも起きた方がいいっていうぐらい。ちょっとカレーを食べます。超美味しいぞ。うま。遅いじゃん今日昼。はい、超美味しいぞ。その分うまい。肉がもうめちゃめちゃ大きいもん。美味しい。これ太ってるじゃん、飲み物カレーライスって。だけど肉あるから今日食べ物食べてる感じする。うまっ。めっちゃうまいわ。おいしい。また言われんだろうな、必死。はい。何ですか？噛んでない。全然噛んでないですよってすげえ言われるんだろうな。辛いのダメな人とかでも食べられるぐらいの甘さだけど、めちゃめちゃ甘いわけではないし、すごい食べやすい。お、すげえ。めっちゃ柔らかいよな、そう考えると。いただきます。めちゃめちゃ美味しいですね。え、めっちゃ美味しいよね。はい、はい、じゃあちょっと食べます。今回恵比寿だけど、ロンドンも応募来てて。でもなんならこの後も行くじゃん。はい。だからもうロンドンね、県外の応募もしてほしい。普通にシドニーとかも来てるから、全然シドニー行く。じゃあうまそうだったら無理ですよ。いや、うまそうだったらシドニーは行く。だからもう全然県外の人ももっと応募して大丈夫。キッシーが行くから。いや俺も行くけど。あれだね、カレーという肉料理だよね。肉料理じゃない、なんか。うまっ。ずっと美味しいわ。ちょっと今、意識して噛んでる時間。コメント対策ですね。コメント対策。噛まないと心配されるから、みんな死ぬよって。もったいない。すげえ、ヒッシーがこんな食ってるの初めて見たわ、俺。いや、お腹いっぱいです、ほんと。お疲れ様です、美味しかったです。はい、ヒッシーも完食。はい、
ということで、緊張したね、必死ちょっと。いや、めちゃめちゃ緊張しました。なんか何喋っていいんだろうでもね、本当に美味しかったし、本当にみんなに来てほしい。あんだけボリュームがあって、これは安いと思うので、ぜひ皆さん来てみてください。ありがとうございました。